トガラシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は2017年の3月下旬でございます。だんだん春も深まってまいりました。この間の動画でも全く同じようなことを言った気がします。ということで皆様改めましてこんにちは。トガラシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ということで春が深まってまいりましてですね、いい時期になってます。今年はこの間も言ったんですが、スポーツが楽しい年かなというふうに感じているわけなんですけども、まあ、今は高校野球春の選抜大会がやってまして、楽しく毎日興味深く注目させてもらっております。それでですね、今年は延長再試合が2戦連続だったね。あれもすごかったな。本当に延長再試合の1戦目はね、この車の中でラジオ、この車じゃないけど他の車でラジオをですね聞いてた気がします。でまさかの2戦目も延長再試合になったんですよ。もうね、最後の方ドキドキしたもんね。本当にこうどうなんだろうみたいな。それで1戦目というか、あれ何日だったっけな、3月26日の月曜日じゃないかな、3月、ちょっと間違えてるかもしれない、26日の第1試合がは普通に終わって、第2試合が、福岡大学附属大濠高校と滋賀学園の試合、あれがね確か1対1だったと思う。延長15回でね、本当にこう守備が良くて、あの試合はもう最後延長12回、ラジオで聞いてて、ラジオのアナウンサーもようそのこと言ってた気がしたな。延長再試合の可能性がありますかねなんて言ってたら、本当に延長再試合になって15回で、あれが翌日27日の第4試合に1回は組み込まれたというか予定されたんだけど、その後その26日の3試合目でやった福井工大福井高校と、あと健康福祉大学高崎高校がですね戦ったの、なんとまさかの2試合連続っていうか、前代未聞だよね。前代未聞の2試合連続延長再試合。その再試合の2つの日は別になんかそれなりに野球らしい、結果的にはね普通の試合みたいな感じの結果になっちゃったんだけど、その再試合じゃなくて、なんていうの、相撲でいうとこの本割れだよね、本割れだよね。要は延長15回まで行った試合のその3試合目の福井工大福井と県大高崎高校のあの試合がすごい良かったね。ピッチャーのあの左投げのあのピッチャーが頑張ってたな、スリーシー達也選手ね、あの選手がすごい頑張ってた。スリーシー達也選手見ててね、私思ってたんだけど、全然関係ない話するけど、しかもこの全然関係ない話するところまでだいぶ時間かかっちゃったけど、あれだね、なんか昔付き合ってた彼女にですね、彼女っていうか付き合ってた女性にですね、そっくりだね。これ別にここで言ったって誰も分かんないと思うんだけど、自分の友達ぐらいだね、知ってるのはね。いやーびっくりした。あの福井工大福井のスリーシー投手がもう普通に投げてて、なんかもうね、似すぎてて、この人誰なんだろうなと思って、いろいろね、まあ別にそれは当然その人に見せとかそんな風には思ってないよ、だけど似てるから、こいつ頑張れよみたいな感じで応援したくなっちゃったね。ただほら、私のその付き合ってた女性が似てるっつっても、なんていうの、こうモデルさんだとか女優さんみたいな、ああいう有名人でも、そういういわゆるこう可愛いだとか綺麗だとかっていうような人に似てるって私言ってないですから、男性に似てるっつってるからね、男性の、しかも高校野球のピッチャーだからね、これはね、どういう人なんだろうと思ってびっくりされちゃうかもしれないけど、まあその時の付き合ってた女性にそっくりだな、あれな、なんか知んないけど、俺もびっくりしたよ。本当にもう延長の時この人頑張れと思ったもん。あの子も本当にでも106、あの子って福井工大福井のピッチャーよ、ピッチャーの方170センチ前後で、すごい小柄っていうかね、小柄っちゃ失礼なのかもしれないけど、そんな特別ガッチリ太いわけじゃないけど、それでも県大高崎高校相手に頑張ってたな、本当に。あれ見てね、俺はすげえなと思った、もう本当頑張ると思ったね。でその再試合ね、翌々日に行われた再試合、その子はベンチだったんだけど、ちょっとそこではねだいぶ結果が差がついちゃって、福井高大福井負けちゃったんだけど、もうあの子を投げてたらね、スリー選手が投げてたらね、まあ別に今回そのね再試合投げた投手もそれはチームで信頼されてるから投げたんでしょうけどね、スリー選手投げたらどうなったのかななんて思うと、ちょっとね頑張れと、その試合も勝ってほしかったななんて思ったりしますけど、いやでも再試合良かったね、面白かった。
再試合というかその本割の方が面白かったね。でなんかあの再試合の時はベンチなんだけど、高校野球の場合とかだとバッターがランナーになった場合、その用具係っていうんですか、ボールボーイみたいなのが結局さいないから、そのプロテクターみたいな、今のねバッターとかでプロテクターみたいなすごい足とかにも手とか肘とかにもつけるから、それを取るじゃないですか。そしたらあのプロ野球だったら球場のそういう、あでも2軍は違うんだよねあれね、プロ野球も2軍の試合私たまに鎌ヶ谷スタジアム見に行くんだけど、そうするとね2軍はちょっと違うんですよ、そのシステムは。その選手の中で取りに出すんだけど、まあ1軍だったらねその洋画界みたいなのが取りに行くじゃないですか。やっぱベンチ入ってる人もう18人か15人か忘れちゃったけど、そっちしかいないから、取りに行くわけですよ、いくらスリース選手だって。その用具を取りに行ってたのね。でその取りに行く選手とかって普通テレビに映さないじゃん、あんまり。球場で見てる人はねその状況分かると思うんだけど、普通テレビとかであんまりそういうの流さないじゃないですか。だけどスリース選手はやっぱり前々日本割の試合の時にすごいいい試合をしてたから、で取りに行ってるところとかもねこうカメラで映ってたね、テレビにもがっつりと。やっぱね活躍した選手はもうそういうところも違うね。あの子なーよかったなー、本当にもうそんね頑張れって感じだったよ。なんかもう雰囲気まで似てたな、似てなかったけど顔だけはとにかく似てると思ってたね、その前の私の付き合ってた人と。だけどなんか雰囲気まで似てるように感じちゃったもんね。もう性格も多分スリース選手の性格を勝手に想像してもしょうがないんだけど、まあそういう感じなんだろうなみたいな。そう顔があんだけ似てるとなあ不思議だよな。でもこれ2度目でもう一回言うけど、顔が似てるって言ってもそのテレビに出てる人のその女優さんだとか、モデルさんとかそういう人に似てるとは言ってないから、その高校野球の投手に前の付き合ってた人が似てるっていうかね、言ってるから、これ別にその随分言ってることがずうずうしいなって感じじゃないと思うんですよ。例えば付き合ってた人が女優の誰々に似てるとか言ったら、こいつずうずうしいこと言ってんなとか思うかもしれないけど、そうじゃないと、そういう風には受け止めないでくださいってことを今言ってんだけど、でいや見てたら応援したくなったな本当にって、応援したくなったなってさっきから何回言ってんだもんね俺はね。まあいいんだけどさ、あの試合良かった。で高校野球全般的に良かったな。あとあれ準決勝のあの履正社と戦ったあれも良かったね、報徳学園。もう金村義明さん私大好きですから、もう金村義明さんが大好きだからインスタの投稿とかを見たいなと思ってインスタ始めたような感じなんで、本当にだからね履正社が頑張って、もう本当あと9回の、ね、表で逆転されたから、まあちょっとねあれだったんだけど、もうちょいでいけたのになっていう部分もあるんだけど、まあそれもでもやっぱり高校野球の、ね、どっちが勝っても応援したくなるのがやっぱ高校野球のいいとこだと思うんですよね。そうで、あと高校野球もねあのユニフォームのかっこいいチームと、あなんかレトロな感じでいいなっていうチームと両方ありますよね。あのユニフォームのかっこいいなっていうのはどこだろうね、あのねかっこいいかどうかわかんないけど、明徳義塾の高校のあのここの文字 M って書いてある明徳の M ね、あの M の字がマリーンズの M にそっくりじゃないですか。だからすごいなんかそういうところでユニフォームここは漢字で明徳って書いてあるにもかかわらずそういうところがいいなと思うよね。あとそうだよあのなんだっけ県大高崎高校のユニフォーム好きね。あの県大高崎高校のユニフォームね、なんで好きかというと、もう4年くらい前からなんだけど、で県大高崎がここに県大って書いてあるとこあるんだよ。あ漢字で県大って書いてある時だけあるの。私本名健太なんだよね。ゴルフクラブっていうかゴルフバッグとかを作るとかっていうか、ゴルフバッグに基本的にそのゴルフ場が分かんなくなっちゃう、ネームプレートってついてるじゃないですか。で別にこれ怒ってるわけでも何でもないし、文句を言いたいわけじゃ何でもないから言うけど、ゴルフの店でゴルフバッグ買ったらですね、あのネームプレートつけてくれたんだけど、私本名山田健太っていうのにもかかわらず山田健大って書いてあったんだよ。その他の最後の太いっていうじゃんね、他がで他の点他ってこうやって大きいっていう字の中に点を入れるじゃん、あの点を入れ忘れたから山田健大だったの。それでねもうその場で気がつけばよかったんだけど、気がつかないまま帰ってきて、なんだよこれと思ってたら、まあいいかと思ってて、まあ、名前の一文字ぐらい違ったって別にそんなに私の名前大した名前じゃないって、それはね私以外の健太さんっていう人はいっぱいいるかもしれないけど、まあ別にね自分の名前が間違えてたっていいじゃないですか。
でその時見てたらね、ちょうどあれ春の高校野球か夏の高校野球か分かんないけど4年ぐらい前でね、確かね、その時にね、県大、あ、そうだ、県大高崎が優勝か準優勝した年だな。今もゴルフバッグ、あ、今のゴルフバッグは違うわ、あ、違う、この車にゴルフバッグ積んでないわ。なんだっけ、今あった、今動画撮ろうかと思っちゃったけど、あの、そう、あ、4年くらい前の夏だな。あの年に優勝か準優勝した時に県、あ、そう、その時だ、その時にちょうど家帰ったら県大ってユニフォームが書いてあったから、あ、俺の名前ちょっと違うけど、まあいいやと思ったら、何の話をしてんだろうね。そう、ゴルフ5の、うん、人が田んぼの、ただよ、太いっていう字の点を入れ忘れたから自分の字が、名前が変わっちゃって、それから県大高崎ユニフォームを見て、あ、これ県大ってこれいいなと思ったっていう話だ。うん、何の話してんだろうな。あれ4年ぐらい前っていうのは何でかっていうと、よく飲んでた人が前の家に住んでて、そうだよな、あ、そうだ、なんで優勝したかどうかって、そうだ、うん、思い出した、あれはね、またわけのわかんない、キャラクターでもないからそういう話しなくていいんだけど、なんか群馬の人とね、コンパしたんだよね。で、群馬の人とコンパした時に、なんかフェイスブックかなんか友達になって、で、そうだ、優勝した時その人が、うん、か、何、あの、テレビの画面を、優勝、準優勝かもしれないな、テレビの画面を決勝の時にね、投稿してたんで思い出したね。全くわけのわかんない話してるけど、まあいい、そういえばね、わけのわかんない話で言えばよ、私あれもあるんで、わけのわかんない話で、私時々わけのわかんない話するじゃないですか。話がとっちらかる時あるじゃないですか。で、とっちらかるというか、なんか想像して、例えばこの間だったらもう完璧に動画で喋れなかったか覚えてたけど、カツ丼を食べた動画を撮った時に、カツ丼を食べてスキー場で、何かをして、そこで、なんかラーメンかなんか食ったのかな、そしたらラーメンの話になっちゃったみたいな感じで、ね、勝手に話が流れていっちゃう時あるんだよね。勝手に話をね、想像というか、その雰囲気でとっちらかっていっちゃうんだよな。昨日もね、家で、フローリングってあるじゃないですか、床。フローリングがなぜかね、足に刺さっちゃったんだよ、かかとに。超痛かったんだけど、で、それ刺さっちゃってるから抜かないといけないわけ。でも、もう太いし、手じゃ抜けなかったのね、それが。ですんごい痛かったんだけど、で、手じゃ抜けなくて、何かで、爪切りでちょっとずつ切っても、かかとだから硬いわけよ。で、あ、まあそうなんで、爪切り、そう、また余計なこと言った、爪切りの話でいいんだよ。で、トゲ抜きみたいなのがねえといけないと。で、トゲ抜きが家のどこにあるか分かんなかったさ、大体人に関してトゲ抜き持ってる人も少ないと思うから、あの、あれよ、魚、最近そうだ、料理動画アップしてないけど、魚をさばくときに、あの、当然魚ってね、縦にこう大きな骨があるじゃないですか。で、横にもあるじゃないですか。こう3枚にさばいたら横にも入ってる、要はあの飛行機でいうとこの垂直尾翼なみたいな。まあ別にその垂直尾翼もいいんだけど、垂直尾翼みたいなんて飛行機大好きだから、それがすぐパッと出てきちゃうけど、その垂直尾翼みたいな部分をこう横にして抜くじゃない、トゲ抜きみたいので。で、それがあると思って家に、その、いいよ、垂直尾翼はいいんだよ、だからその魚の骨抜きがあるから、それを使えば取れんだろうと思って、それを探しに行ったのでね、もうね、話がね、話っていうか、もう考えてることまでもうとっちらかっちゃってんだよね。もう自分の足に刺さったフローリングのかけらを取りたいのにもかかわらず、魚をさばくんだと勘違いしちゃった、頭の中が。あの、魚の鱗をこうさ、あの、剥がすっていうか、なんていうの、こう取る、なんていうんだ、たわしみたいなとか、こういう感じの、こういうのあるじゃないですか、こういうの、あれを間違えて持ってきちゃってたね。あ、まあこれ写真後で あったらそれアップするけど、編集で何やってんだろうなと思ってね、魚の骨抜きを持ってこようと思ったら、間違えてこの魚のこう鱗取るやつ持ってきちゃってたね。自分でも本当にわけわかんねえなと思った。まあいいや、そんな話はいいや。で、何の話か、ここ、そう、県大高崎じゃなくて、そうだ、その一個前は県大高崎のユニフォームのことと、で、その前がなんだっけ、そう、福井工大の、あ、違う、延長再試合だ。そう、で、福井工大、福井の話になったんです。そういえば、福井の高校って、あんまり高校っていうか、野球部の高校がいっぱいあるわけじゃないけど、こう、強いところが、敦賀気比高校も強いですもんね。敦賀気比高校は、甲子園で、校歌、勝ったチームが校歌を歌うじゃないですか。あの校歌が流れなかったんですよね。途中で止まっちゃったんだ。でね、そう。勝ってさ、試合で挨拶しましてさ、ただいまより敦賀気比高校の勝利をたたえ
校歌の斉唱し校旗の掲揚を行いますって言うじゃないですか。であれね、校歌が途中で止まっちゃったんでね、そしたらそのまま歌い続けたっていう選手がね、あれは良かったな。あれはもう4年ぐらい前で、俺あれ生では見てないか、生で見たのテレビで見たのかな。うん、あれもね、そうあったよね。あの時はね、あれそうそれでね、全然話変わるんだけど、去年千葉県の大会の準決勝か準々決勝ぐらいで効果がなかなか流れない時あったのよ、勝ったチームの効果が。でその時にもう選手同士はもう目で合図して、もう何効果流れないけど歌っちゃうみたいな感じだったんだよね。もう目で前合で歌っちゃうみたいな感じで、一斉のせっていうか1、2のなんて言ったらいいの、歌い始めた時もう、じゃあ一斉のせで歌うかみたいな時に歌が流れちゃった。あれ流れなかったら、ある意味あれも感動してよかったと思うよ。まあ流れちゃったからしょうがないよね。まあしょうがないって言ったら流れた方がいいんだけど、そういうのもありましたよね。いろんなドラマがあるよね、本当に高校野球っていうのは。で何の話してるかまた分かんなくなっちゃうでしょ。それで福井工大福井に戻して、そう戻す前にね、あのね、でその効果が流れなかった時って、で高校野球芸人とかやってるじゃないですか。雨上がり消したいの高校野球芸人とかやってるじゃないですか。あとカープ芸人とかで、高校野球芸人で去年のやつ、これなその途中で効果が止まった話流れたんだけど、私は別にその前からその話知ってたしね、大体あの高校野球芸人でやってる内容はもう高校野球ファンはみんな知ってるよね。でもあの番組面白いよね。であの番組いいとこって、他の例えばゴールドジム芸人だとかいろいろあるけど、ああいうのでもさ、その面白おかしくやってるけど、それをさ悪い風に面白おかしくしないじゃん。まあワイドショーが悪いっていうわけじゃないけど、ワイドショーはなんか人の悪いところをいっぱいも、ね、引っこ抜いてこうその番組を成り立ててるかもしれないけど、そうじゃなくて高校野球、あ、何々芸人はあの番組は本当にその面白おかしくいいところを引っ張ってやるところがね、あれがすごい人気で、あの番組の面白いところなんじゃないでしょうか。あれ番組面白いよね、いいよね。まあそりゃいいや。ということでちょっと今回ね、長く喋りすぎましたんで、この辺で動画終わらせたいと思います。だってね、船橋の鎌ヶ谷あたりかな、鎌ヶ谷あたりから喋り始めて、もう松江駅の近くになっちゃったもん。これ動画こんだけベタベタ喋っちゃうと編集するの大変だろうから、多分編集しないまま終わるか、それかやたらとただただだだ長いだけの動画になっちゃうかっていう感じだと思いますが、この辺でですね、今回の動画終わらさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。グッドポーズ。いやー、これこんだけ喋ったらね、編集大変だよ。それじゃなくたって内容ないこと喋ってんだからな。